一尾は、青いイチビ族の一年草。インド原産。別名に、キリアサ、ボーマなど。かつては、繊維植物などの用途で広く栽培されたが、現在では、利用法の多くが廃れ、もっぱら二十歳に害を与える雑草として知られる。高さは1.5メートルから時に2.5メートルに達し、全体に異臭がある。葉は誤生して長い傭兵を持ち。 長さ8から10センチメートルの心臓型で、円には浅い波状虚子がある。株全体に白く短い難毛が生えるが、特に葉の裏面に密生しビロードのような手触りがある。夏から秋にかけて、計2センチメートルほどの黄色の花が、溶液から上向きに咲く。果実は半球型で、計2センチメートルほど、12から16の文化が、環状に並んでおり、 各分室に3から5個の種子が入る。熟すると縦に裂ける。腎臓型の種子は黒色で、長径3.5ミ、mm、リメートルほど、毛が密生する。種の皮は硬いため20年以上にわたって、発芽能力を保持する。そのため、一度種子が土壌に巻かれると長期間一尾の発生に悩まされることとなる。インド原産。現在ではアジア、南ヨーロッパ、北、アフリカ、 オーストラリア、北、アメリカなど、世界の熱帯や艦隊に広く外来種として、帰化している。日本には中国を経由して、古代に伝来し、繊維植物として利用されていたと考えられ、江戸時代には栽培の記録もあるが、古代から栽培されていた種と、現在日本全国に帰化植物として定着している種とは、遺伝的に別系統である、可能性が指摘されている。 侵入植物としての一尾は、日本では1905年に初めて定着が確認され、現在はほぼ日本全国に分布する。葉種は春に行い、3から4ヶ月で成熟する。収穫した茎を水につけ、表皮の下の人皮を取り出しこれを植物繊維として利用する。繊維は荒く脆いため、原産地のインドでは単独で用いられることは、 ほとんどなく、銃との繊維に代用品として30%ほどを混ぜ込み、麻袋やロープの素材とする。くず繊維は、製紙の際の混ぜ物に使われる。日本でも、同様に荒布や綱の素材として用いられ、貴族の警護を務める随身が、すねの保護のため着用した、麻はばきなどの名称が残る。古くなった一尾の繊維は細かく切り刻み、壁土に混ぜ込んで、 つなぎとするとして、再利用された。壁がよく締まり、の素材としては、上等なものである。繊維を取り去った後の外皮は、朝缶と呼ばれ、焼いて、炭にし、たやすく着火するために加工として利用された。標準和名の一尾の由来は、諸説あり半然としない。着火用の加工として利用されてきた歴史から、内尾、いち早く燃えるので、一尾、朝鮮語のに由来する説。 イトきびからの、約転説などがある。漢字表記の、朝は、中国名であり、別名の一つぼまは、その日本語音読みである。霧朝の別名は、葉の形が霧に似ることから、利用法の歴史から北地柄の別名もある。五歳葉の名称もあるが、赤目菓子はも五歳葉の別名があるため、近道に注意を、要する。トウモロコシ畑に生える一尾、日本でも、 平安時代にはすでに栽培され、江戸時代まで利用されていた。かつて栽培されたものは山村などで野生化しているのが見られるが、果ては黒くならず、開花期は遅くて短く、また分子が少ないため種子生産量は多くならない。一方、近年畑や空き地の雑草として急に増えてきたタイプは、果てが黒くなり、開花期は早くて長く、分子が多く一株から、 多くの種子を生産する。遺伝子マーカーによる解析でも両系統は遺伝的に遠いことが明らかとなっている。輸入飼料などに混じって最近侵入し繁殖力が強いため短期間で増えたと考えられている。トウモロコシや大豆などの形や牧草地に反応し作物と競合する上にアレロパシー作用を起こして収穫量を減少させる。また乳牛が誤って 食したり飼料に多量に混入したりすると牛乳に異臭がつく。植物繊維に利用される強靭な茎を持っているため、畑に混じっていた場合収穫の際に、ハーベスターに詰まって作業を阻害するなどの影響もある。防除方法としては、強靭な茎のため刈り取りはしづらく、抜き取り及び除草剤の散布による。一度一尾の定着を許した土壌は、 地下の種子が何年も発芽能力を保持して数年に分けて発芽するため長期的な防除を続けなければ根絶できない。日本生態学会によって日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。環境省の定める要注意外来生物にも指定されていたが、同リストは2015年3月26日をもって廃止されており新たに選定された。 生態系被害防止外来種には含まれていない。ありがとうございます。